皆さんこんにちは、写真家の福田健太郎です。この動画は第38回日本の自然写真フォトコンテストデジタル部門の上位入賞作品の紹介と選評を行いたいと思います。デジタル部門の審査は写真家の前川隆之さん、ソニーマーケティング株式会社関係者さんで、私それぞれが大型のテレビ 4K ブラビアを使いまして、応募作品1点ずつですね、拝見させていただき、最終審査を行いました。約8500点の応募作品の中から選ばれました最優秀賞ソニー 4K 賞は、渚康平さんの作品貢献地愛です。オスのエゾシカ同士ですが、秋の繁殖期になると強さを誇示するために角を突き合わせます。繁殖期以外でも見ることができる光景ですが、渚さんは常に自然と向き合いながら、撮影を繰り返していまして、この巡り合わせた瞬間に対し冷静に行動を予測と。雪原なのか空なのか、単純化された白い背景を選び出すことによって主題であるエゾシカがですね、浮き上がりました。左右対称のフレーミングも秀逸ですし、瞳に映り込む景色であったりとか、エゾシカのですね、毛の一本一本まで極めてシャープに再現したシビアなピント合わせなど、テクニックを見事にですね、駆使して写真的な美しさに加え、野生動物の生きる姿をストレートに表現したことが最優秀賞ソニー 4K 賞に選んだ理由になります。続きまして、ソニーネクストフォトグラファー賞は、桜島と火山雷、中川祐樹さんの作品です。地球の鼓動を見つめた作品で、何度も通いようやく撮影したとコメントをくださいました。このですね、ソニーネクストフォトグラファー賞は単に30歳以下の若い方を対象としているのではなくて、自然と向き合う真摯な姿勢を感じられることもこの賞にふさわしいと考えました。噴火が起きてすぐシャッターを切り、闇夜の中に溶岩の赤、そして火山雷の青白い光が走る圧倒する自然の力をですね、届けてくれました。続きまして、優秀賞藤田菊雄さんの作品思春期です。雪の上で一休みするキタキツネを望遠レンズで引き寄せています。穏やかな表情にこうですね、映る、瞬間を捉えました。作者の藤田さんは恋の季節を迎え、まだ見ぬパートナーを思う気持ちを想像して撮影されたそうです。夕方の逆光をうまく生かしてですね、キタキツネの輪郭が輝いているのも生き生きとした印象を誘いました。光を読むこと、空間の設け方、こちらですね、空間の設け方とは、瞬間を捕まえること、この3つ、うまく組み合わせて撮影された一枚になります。続きまして、森大輔さんの作品暗闇のダイヤモンドです。冬の洞窟に出現する標準を撮影した作品で、ニョキニョキと成長する姿を地面すれすれですね、カメラを置いてちょっと仰ぎ見るようにローポジションから撮影しております。細かく見るとアメーバーのようにも見えるこの姿が目を引きますし、不思議な世界を届けてくれました。逆光で透かされた氷は輝き、暗い洞窟内ですね、存在を強調した写し方も印象度を高めた要因になります。続きまして、佐藤直也さんの作品伝説の名馬です。青森県の下北半島尻屋崎に生息するカンダチメが雪煙舞う中、勇ましくこちらに向かってくる、ような動きを見せてくれております。冬の重たげなですね、空と一条の光が走り、露出を切り詰めることによって、このようにドラマチックな、光景を一層高めてくれました。冬の厳しい自然の姿と孤高のカンダチメから強く生きるということを、まあ、私たちに教えてくれているような作品に思います。続きまして、富岡茂雄さんの作品黎明の時、
前日の降雪に期待して雪をかき分け山を登ること2時間だそうです。樹氷と富士山、街明かりで彩られた雲海の素晴らしい風景を届けてくれました。で、撮影された富岡さんは、ね、大変な思いをして、たどり着きましたけども、この風景に出会い疲れもですね一瞬で吹き飛んだことでしょう。目覚めの朝を迎えた静筆なですね、この風景を極めてシャープな再現と青みを帯びた美しい色調で仕上げております。続きまして、森田光平さんの作品、世代をつなぐ瞬間です。夜の海の中、神秘的なサンゴの一斉産卵を撮影した一枚になります。均一な光の当て方もですね上手ですし、浮遊するクラゲをアクセントとして取り入れたことで海で繰り広げられる生命の物語を強く感じさせてくれました。固く枝分かれした、姿はですねまるで植物のようですけども、このサンゴは動物でして、生命にあふれる海が今よりも未来をですねもっと豊かになるってことを、祈っております。上位作品の紹介選評は以上になります。デジタルカメラの進歩とともに、動植物のですね営みを捉えたネイチャー写真 であったり、日本のですね四季折々の表情を丹念に見つめた風景写真など、出会いを楽しみ撮影する楽しみをたくさんの方が得ております。これですね、自分の心も豊かになりますし、あとは作品をですね見る人の心も揺れ動かす、そういった可能性を写真は秘めていると信じております。これからもですね撮影を続けていただいて、1枚でも2枚でももっとですね、素晴らしい素敵な作品が生まれましたら、ぜひ写真コンテストにご応募いただければなと思います。